初代ハーコート伯爵初代、ハーコート伯爵、サイモン・ハーコートは、グレート・ブリテン王国の貴族、政治家、外交官、在フランス・イギリス大使、アイルランド総督を歴任した。サイモン・ハーコート閣下とエリザベス・エブリンの息子として、1714年に生まれた。わずか6歳頃に、父と死別し、1727年7月28日に、祖父が死去すると、 ハーコート子爵の爵位を継承した。ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、家庭教師と共に外国を4年間旅し、1734年に帰国した。保育党員であり、1735年5月9日に国王ジョージ2世の進出自由に任命された。そのため、ジョージ2世に随行し、1743年のデッティンゲンの戦いでは、ジョージ2世と、 同じく戦場にいた。1745年に、不評連帯を編成してその隊長になり、1755年3月8日に、少々に、1759年2月9日に、中将に、1772年5月25日に、大将に昇進した。1749年12月1日、クレートブリテン貴族であるオックスフォードシャーにおける、 ニューナムコートネーのニューナム施策とスタントンハーコートのハーコート伯爵に除された。1751年4月に第7代ノース男爵フランシスノースの後任として王太子、ジョージの家庭教師に任命され、同年4月30日に数密顧問官に任命されたが、王太子、ジョージの家庭教師たちが党派を組んで分裂したため、ハーコートは、 その抗議として1752年12月に辞任した。1753年3月15日、王立協会フェローに選出された。1760年に王大使ジョージがジョージ三世として即位した後、ハーコート伯爵は1761年7月3日にメクレンブルクシュトレーリッツ駐在特命全権大使に任命され、ゾフィー・シャルロッテ・フォン。 メクレンブルク・シュトレーリッツとジョージ三世の結婚を交渉し、代理人を立てて二人を結婚させた後、シャーロット王妃に同伴してイングランドに向かった。帰国後の1761年9月10日に、シャーロット王妃の主名頭に任命され、1763年4月21日に、シャーロット王妃の宮内長官に任命されると、主名頭を辞め、1768年には、 第4代、ロッチフォード伯爵ウィリアム・ナッソード・ザイレス・テーンの公認として、フランス駐在イギリス特命全権大使に任命された。1772年にパリから帰国すると、同年10月9日に第4代、タウンゼンド死爵ジョージ・タウンゼンドの公認として、アイルランド総督に就任した。タウンゼンド死爵は、アイルランド総督として、スコブルフ人気であり、 ハーコート伯爵の着任は与野党ともに歓迎したという。アイルランドの国庫にある資金が少なくなっていたため、ハーコート伯爵は不在地主が受け取る時代に課税しようとしたが、イングランドで大きな反対にあった結果アイルランド議会でも否決された。アイルランド議会はさらにアイルランドに駐留していた4000人の軍をほとんど全員アメリカ独立戦争のアメリカ戦線に 派遣することを決議した。ハーコート伯爵の着任時点で既でに進んでいた、汚職の問題は解決されず、逆に官職が新設され、官職の報給が上がり、年金を受け取る人数が増えたほか、与党多数を確保すべく18人が除釈され、男爵7名が死爵に乗され、死爵5名が伯爵に除されたという。やがて、 アイルランド軍総指揮官サージョン・アーウィンとの不和により、ハーコート伯爵は1777年1月25日に辞任した。辞任した、ハーコート伯爵は、ニューナムに引退、同年9月16日に犬を、井戸から救い出そうとしたとき、井戸に転落して死去した。24日、スタントン・ハーコートで埋葬された。1735年10月16日、レベッカ・レバスト、 結婚、二何一常を設けた。白尺及び、死尺の登る尺例に限っても、リズバーン白尺、リゴニア白尺、クラン・ウィリアム白尺、ヌージェント白尺、グランドア白尺、さらにアルドバラ死尺、カーロー死尺、サゼル死尺、ドビシー死尺、エニスキレン死尺、クラーモント死尺、オーウェル死尺といった、多さであった。ありがとうございます。